それでは聞いてください。エール。この間に涙を拭くと言ってください。
ね、まだ全然知らないんですけどね。言ってません。はい、皆さんで正座して聞きましょう。いや、ちょっとそんなしみりした曲じゃないからあの立ってください。立ちましょう。立った方がいいそうです。立ちましょう。誰ですか、純奈様に言われたらって言った人。すいません。はい、それでは聞いてください。世界はまだ君を知らない。
あのなんかさ、あのみんなもね、あの今までちょっと私たちのことばっかり言ったんですけど、あの皆さんも知ってると思うんですけど、なんかジュンナって本当にポジティブでなんですよね。だからね、だからなんか、あもうダメだみたいなこともあんまり言わないし、よし頑張ろうみたいなね雰囲気作ってくれるしね、そうやってね、あのそんなことがあったんじゃないかなって感じ。いつも、ね、おやつくれるしね、おられると思うんですけど、関係ないよ今今日もね、1000円分買ったもんで、なんかいろいろそうなの。あ、それご飯だよ。あ、ご飯、あ、わかった、はい。まあね、本当にさっきの曲にしてもなんか純ならしいでしょでしょ。うん、ありがとうなし、ね、あと狙ってきてるよね、ジュンの。何の？思いっきりさせてくる系さ、泣けがある。だってさ、エール歌った時さ、二人がめっちゃこっち見た時、どっちの顔見ていいかよくわからんかったし。そうだね、そういうこと。こういう子なんです、ジュンなって。そうだね、まあ知ってるじゃないもうね、みんな知ってるよね。あのさ、あやちゃんと私が泣いてるのに、はっ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 笑ってるような人だから。そうだね、だからこそね、まあね、みんなでね、笑顔で送りたいなって思いますよ ね。なので、ここら辺でしんみりした雰囲気は終わりたいと思います。はい、いいですか、吹っ飛ばせー。はい、ということで、しんみりした空気から私たち自分たち抜け出せないので、ゲストからちょっと力を借りたいなと思います、はい、それでは力を貸してください。コスピットよろしくお願いします。はーい、14番入ってよ。分かってもいいの聞いてあげよう、例のマイク、純なマイクだよ。カノン泣きすぎはい、じゃあ、少女からナノブタッチを言いたい、はい、大丈夫かカノン、大丈夫か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 な。じゃあちょっと純、あ、間違えた、うん、大丈夫、本当大丈夫大丈夫。ちょっとカノンがつくまで MC をしたいと思います。じゃあ私らからちょっと純なに向けて、ちょっと一言ずつにしよう、はい、長くなっちゃうから。純なにはいろいろ髪をアレンジしてもらい、たくさんお世話になり、レンさんって言いながらね、いつもね駆け寄ってきてくれてね、メロン好きなんだよね。そうです、メロン同盟です。メロン同盟、めっちゃメロン好きだし、今日もね2番マイクです。純のマイク使ってちょっと変わる、なんでカノン泣いてんの一番大事ですかね。じゃあ最後にお話いっぱい聞こうか、カノンからは。はい、レイからはね、そういう感じでいっぱいお世話になって、うん、身長高いのだけがちょっとね、うん、あれでしたけど、はい、あのね、今日終わってもまたね、どっか遊びに行こうね。遊びに行ったことないよね、ちゃんと。だからちょっといろいろ美味しいもの食べて、メロンのツアーに行けたらいいなと思います。はい、レンからです。はい、君らは夕張まで行くつもりなのか。そうだよ、北海道まで行くの。いってらっしゃい。ちょっとカノンさんがね、先ほどまで待っております。そうだね、ジュンナと私はいつもなんか笑ってて、喧嘩したこともないけどさ、あら、なんだろう、あやさんとかのぞみとかよりは話してもない気がする。あまり話さずに終わっちゃったね、残念だ。え、でも結構笑いのツボとか似てて、すごい話もね、なんだろう、空気が合うんかな、ハッハッハッってしてる感じ。今のレンさんの時もね、言ってくれたけど、一番カノンとかヒカリと一緒にいたんじゃないかな、あやちゃんと。もうね、喧嘩なってくる。私が喋ってるのに。お前も可愛い。そう。でも私、ジュンナのこと大好きだし、メイスで聞いた時、鳥肌が立ったし、すごいそういうところも好きだから、そうだな、遊びに行こうっていう、ジュンナが遊びに行きたいっていう年じゃないかもしれんけど、たまに、あの、通学路で会うので、また話そうね。以上です。じゃあ、ひかりさん。待って、もう無理。一言でいいよ。もう待って、あのね、あの、一言言うと、全てまとめると、ありがとうで終わるんだけど。コスピが甘い空気にするはずだったのに。そうだよ。あれ？お願いしたいんですけど。いけるか、いける？行けるっとったけど大丈夫。あ、大丈夫。ジュンと同じタイプだね。上がっておいで。はい、こんなことどうぞ。それじゃ逆に。笑ってるの？じゃあ、むせたらダメだ、今。笑ってるの、今。ちょっと待ってあげて。違う意味で待ってあげて。そうだね。次はちょっと吹きそうで、みたいな。私、お水飲んだらむせたみたい。大丈夫？呼吸ができんって。ひかりから終わった？終わってない。終わってないでしょ。はい、自称ですって。はい。あの、
のんちゃんと同じみたいになるかもしれんけど、うん、事務所行ったら絶対純奈がひとりって言って抱きついてくれて、まるで私を壁のように。今度はお前怖い。大丈夫か。待って、歌ってからにする。そうだね、とりあえず一回歌おう。今頑張ってよ。よし、あの歌の途中に言ってくれてもいいよ。全然静かに歌うけんな。あのもう歌えなくなったら前に戻していいから。一回歌ってテンションをみんなに一緒に上げたいと思いますので、はい、皆さんこの曲で一緒に盛り上がって聴いてください。マイスピリット。わー、はい、大丈夫かな。
ますか？大丈夫？もういいや。おいでおいで、おおおこの毛、違う、あのこの紐が、このなんかピンで止めとったんだけど、そのピンがどっか行ってしまって、それがポインやってことなのかな。なるほど。ジュンナの対しての気持ちがいけそうなのか、いけそうなのかっていうことだと思ったけど。はい、じゃあ、はい、今がチャンスです。今が言うチャンスです。そうだ、はい、そう、スタンバイしてるんだよね、次がもう。そうだよね、そうだよね、はい、ダメなんだよ。そう、一言でいいよ。あの、さっきの続きから。あ、どうぞ、全然大丈夫です。だから、はい、あの、抱きついてくれて、うんうん、それが当たり前、うん、だったんだよ。本当に本当に当たり前で、遠征の時とかもずっと行動も一緒だし、何するのも一緒で、今度から、あの、月曜日じゃないわ、水曜日、明日からジュンナが事務所にいなくなるっていうのはとっても悲しいし、悲しいけど、さよならは言わないでってさっき言われたから言いません。言っちゃダメだよ。さすがジュンナ。言わないけど、また絶対遊ぼうね。オッケー。さすがジュンナ。私から、はい、あの、はっきり言えば、私はジュンナとさよならでも、さよならできないことがあるんですよ。なるほど。まあちょっと諸事情でジュンナとは毎日一緒にいるんです。なるほど。諸事情で一緒に住んでるよな。諸事情で、そうですね。はい、あの、でも、なんだろう、うん、その毎日っていうか、毎日一緒にいて、この活動を始めてまた一緒になって、で、一緒に一日中一緒にいて、なんだろうね、そのまあ一回過去を振り返る。はい、はい、過去振り返ります。なんか、そのこの3人がジャニーって、で、まあ一人でライブってなった時に、そのライブ前に、まあ来ていただいた方は分かるんですけど、ライブ前にずっと泣いていたんですよ。その時に、ズンナが、その、ぎゅーっとね、なんか大丈夫だけって言ってくれて、言ってくれて、その諸事情の中でも、なんかあったら、なんか、もうその大丈夫だけって言ってくれて、なんか、その諸事情の中では、ジュンナの泣いてる姿とか、一回しか見たことなかったんですよ。でも、なんかもう、ダメだー、現場もこっちまで出してない。いや、私が思ってたのは、なんだろう、一番、まあ、のぞみと私が年上じゃないですか、この事務所の中で一番長くやって年上なのは、一番私、まあ、やってるのはレンだけど、一番最初に私が卒業を経験すると、本当は思ってました。本当に。いや、年齢的にもね。そう、年取るね。そうだね、みんな年取るけどね。そう思ってたんだけど、まあ、ジュンナが先でも、まあ、自分でジュンナが決めたから、それも応援しようかなと私は思ってます。会えるっていうのもあるしね、ジュンナに。かな、私はそれだけです。どうですか、カナさん、続きは言いますか？なるほど、続きがあるんです。今泣きすぎて頭が痛いんだ。なんかわかんないけど、うん、まあ、そうですね、その、なんだろうな、あやちゃんが向こうで笑わせてる。なんか頭よしよしするしかない。みんな見えてんだもんね、そっから何もかもね、モニターが。これはコスプレいつまで使うんですか？そうなんだよね。巻き入ってますので、はい、じゃあ、
私がやると巻かないので、うん、いやもういいです。いいんだ。いいじゃあ、うん、あのこのお店のね、ライブが終わった後とかに、うん、あのまだねお待ち時とかも来てくれるって言ってるので、その時にもねしっかりいっぱいお話もして、いっぱい写真も撮ってデータフォルダを全部順番にする勢いで、この後もねたくさん順番と思い出作っていきたいと思います。以上コスピットでした。ありがとうございました。これが最後の曲です。聴いてください。はい、もうね力ポイントを聴いてください。ゆらゆらに沈む。ありがとうございます。
それでは今日は本当にありがとうございました。Oh!
るな。はい、アンコール、あ、アンコールありがとうございました。ありがとうございました。ということで、もう一度になりますか。はい、では本当にありがとうございました。ちょっと待った。おお、ありがとうございます。ちょっと待った。はい待って。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと待った、もういっちゃう。メロン、メロンだ、メロン、やった、ありがとうございます。モテる、たぶん、なんだ、モテた。そうだね、ステージのね、フォーも一緒にしてもらって、はい、はい、どうですか、気持ちは。メロン美味しそう。ありがとうございます。じゃあ、ね、実はね、今大丈夫ですかね。実はね、みんなから、はい、プレゼントがね、あるんですよ。あるんですけど、みんなモテる、みんな、モテない。また来てもらってもいいですかね。私たちからも実はこっそりとプレゼントを買っていきまして、メロンを持ちたい。メロンを持ちたい。
でした。皆さん。あれじゃいいよ、終わって。それでは、今日は本当にありがとうございました。トトラさん、まだまだ終わらせねえぞ。ジェンナ
楽しかったです。ありがとうございます。それでは今日皆さんと出会えたのに今日皆さんと出会えたご縁に感謝して、せーの、さんさん、ありがとうございました。